どうもこんにちは中の人です今回こちらフィナンシェサンド何このファイナンシャルプランナーみたいなねまあ新発売と名前に連れて買いましたね早速食べていきましょう見てください中にバニラがすんごい大量に挟まってますねでフィ,フィナンシェいやフィナンシェの意味はわからないんだけどね 食べていきましょうで食べてみたんですが、うん、うまいですねこれ思った以上にちっちゃいかなと思ったんだけど思った以上にある見て今一口食べたけどこれだけしか減ってないこのさ中身の何クリームだかわかんないけどクリームがなんか濃厚でねうまいっすね。もっと と冷やししたた方がうまかったかっもしんないこれまた買うかもしれませんねでもう一つスイーツを紹介しますふわふわ食感大きなシフォンケーキでかいパン、はい、ケーキとかホットケーキ好きなんでね買ってみましたまず見てくださいこのシフォンケーキの分厚い感じこれはうまそうでさナイフとフォークで切りたかったんだけどナイフなかったんでフォークとフォークでね切りたいと思います恒例の「切ります」ええー、でねこれ全部食べてみたんですが あの本当に食べ応えがありますだからめっちゃお腹空いてる時に食べるとちょうどいいかもしんないこれでかい食い物の悩みではあるんだけど途中でやっぱ秋が来ちゃうとかちょっと甘すぎて気持ち悪くなってきたなみたいなのはあるかもしんないほんとふわっふわのシフォンケーキでしたねそこめちゃくちゃ美味しいし友達と一緒に食うとねいいかもしんないねこれね確実に言えるんだけど夜中の3時に今これ食べてんだけど夜中の3時に食べるものじゃないな